さて、開演前の挨拶の練習だったね。こういうのはゲリラパフォーマンスで何度もやっているから結構得意なんだよ。だからどうせ練習するなら締めの挨拶の方が良かったな。ゲリラパフォーマンスは最後までできることの方が少ないからね。ん？ああ、はいはい。始めるとも。皆様、ようこそワンダーステージへ。ワンダーランズショータイムで演出家兼役者を務めている上白るいと申します。以後お見知りおきを。さて、我々のステージには人間の役者だけでなく、ロボットやドローンなど珍しい機械仕掛けの役者たちも登場します。他にも仕掛けは様々。魔法のようにステージは朝となり夜となり、いずれ皆様をワンダーランズショータイムが作り上げる驚きのワンダーランドへ導かれることでしょう。行き着く先はどんな世界か、最後までどうぞお楽しみください。開演前の挨拶としてはこんなものだろうか。あとは仕掛けや驚きのワンダーランドのセリフでみんながあっと驚くような演出を入れたいね。そうだ、司くん、ちょっと空を飛んだり爆発してみたりしないかい？なるほど、空を飛ぶのは要相談で爆発は NG と。それでも構わないよ。やってほしかったのは飛んでもらう方だからね。でも司くんだけだとまだインパクトが足りないかな。ネネロボにも飛んでもらうというのはどうだろう。足にジェットをつけて、どうだいネネ。ネネロボに危険なことはさせたくない。そんなに大事にしてもらえているとは、制作者冥利に尽きるというものだよ。じゃあ司くんだけで我慢しようかな。おっと、これは失礼。物足りなさはあっても不満なんてないよ。さて、せっかく協力してもらうんだから素晴らしいショーにしなくてはね。楽しみに待っていてくれたまえ。